久しぶりの鈴木つづみです。2020年今年も投稿者の永遠に生きともどもよろしくお願いいたします。さて、前回のラジオで収録は1月25日としていましたが、2019年12月永遠に生きがかなり濃い時間を過ごしていたため、急ではありますが新年ラジオという形で収録いたしました。では始まります。第26回トワイスの妄想ラジオ、トワしゃべり。はい、どうも、トワイスです。つづみちゃんからバトンタッチして、ここからは私が進めていきたいと思います。急遽第26回ということで撮り始めましたけれども、つづみちゃんに紹介してもらった通り、僕ちょっと年末ね、あのイベントが目白押しだったので、今回はそれについて語らせていただきたいかなと思っております。先にお題の方なんですけど、こちらは引き続き年末年始の過ごし方っていうのを、テーマとして募集していますので、そちらは1月25日の収録の時に、紹介させていただこうと思っております。では、早速フリートークの方やっていきましょう。ドゥンドゥク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 ボフ。早押しクイズ。トワニキはティッシュをピンポン。はい、トワニキ早かった。2回正解。ポカン。ドクシュドクシュ。はい、フリートークです。ですね、多分今回のフリートークちょっと長すぎると思うので、いくつかに分けて、まあちょっと間にね、前回のラジオでもやった茶番を挟みながら、進めていきたいと思います。年末年始がですね、本当に濃密すぎたんですよ、今年は。今年というか、2019年12月から、まあ、2020年1月にかけてなんですけど、ですね、まあ、順番に話していきましょう。ただ、最初にもう結論から言っちゃうとしたら、エモいっていう言葉聞いたことあるかどうかわからないんですけど、まあその感情がものすごく揺さぶられて感動するだとかなんだとかっていう意味合いではあるんですけど、エモさにボッコボコに殴られて、ひたすら夢のような年末年始を送らせていただきました。今年はほんと楽しかった。というので、内容、これから何があったのかっていうのを、順を追ってお話しさせていただきたいと思います。まずですね、2019年12月28日、宇多井メイカさんという VTuber の方のチャンネルで第2回 V 紅白っていうものをやりました。まあ、紅白歌合戦の、まあ、バーチャル YouTuber でそれをやるみたいな企画なんですけど、個人のチャンネルで、やるっていうこの規模の凄さっていうのがまずあって、で僕はアーカイブで残ってたので、去年じゃないな、一昨年になるんだな、2018年の12月にやった第1回の V 紅白を見てたんですけど、本当にバーチャル YouTuber の方々、今大体の人が歌ってみただとか、あとはオリジナル曲を動画として投稿してたりするんですけど、まあクオリティが高い。まあ最近テレビを全く見なくて、有名アーティストの方がどうなのかっていうのは本当にわからないんですけど、ものすごくね、みんな聞き応えがあって素晴らしい曲ばっかりで、で第2回も今年やりますっていう話が11月後半だか12月頭ぐらいにツイッターの方で流れてきたんですけど、じゃあよっしゃ、会社の休みだし、リアタイで見ようって思ってて、もうね、ワクワクしながら見たんですよ。
でリアタイで見れたんで、さすがにちょっと全部が全部は紹介しきれないんですけど、気になったところだけちょっと抜き出して紹介させていただきますね。まず、一応流れというか順番、出てきた順にちょっとお話しさせていただくんですけど、星野めあさん。バーチャル YouTuber 関連の動画を見てると、たまに広告でも、流れてきてて気になってたんですけど、星野めあさん、ワンオクロックの、これなんて読めばいいのか未だにわかんない。Wherever You Are かな。しっとりした曲なんですけど、もうひたすらうまい。ほんとうまい。ぜひ聞いてもらいたい。もうこれしか言いようがないです、本当に。女性の方なんですけど、本当にね、バーチャルシンガーっていう肩書きを自分で名乗るっていうこともあって、もう本当うまいんですよね。びっくりして。今まで聞いてこなかったのを後悔したと同時に、ここで知れたの本当に良かったなと思いました。チャンネル登録しました。その後に、ワニのヤカさん、ジャック・ド・フルーティー・ラブっていう曲を、聞きました。まず、ジャック・ド・フルーティー・ラブは何がジャックされてるのかっていうと、江原みよりさんっていう方、僕ももしかしたら前のラジオとかで名前はちらっと出してたかもしれないんですけど、江原みよりさんが作ったフルーティー・ラブっていうインストゥルメンタルって言ったらいいのかな、歌詞のない曲、それにワニのヤカさんっていう人が、ラップを乗せて歌った曲なんですけど、これがね、僕もともとフルーティーラブはApple Music の方で江原みよりさんのミュージックオブグレープフルーツをっていうアルバムをダウンロードして聞いてたんですけど、いやーほんとね、好き好き。ダメだな、もう、好きなものを語ろうとすると、最近語彙力がもうなくなっちゃう。ジャック・ド・フルティ・ラウで検索すると、ワニのヤカさん動画として上げてますんで、そちらの方、聞いていただけるといいかなと思います。で、次。マープリルの、ガーリー・キューピット。多分、マープリル、チャンネルの方だと一番新しい曲になるのかな。マープリルっていう岩本町芸能者だったかなに所属してる、二人組の、ユニットがいるんですけど、江原みよりさんのプロデュースっていうので、一応活動はしてるみたいなんですが、この二人がもうひたすらに可愛いのと、あとダンスがね、すごいんですよ。これも、本当にチャンネルの方でミュージックビデオ見てくれとしか言いようがないんですけど、もともと見てたんですよ。で、このガーリキュービットは本当に上がります。上がる曲ですね。で、ダンスミュージック調の、電子音の感じとか、僕個人的にめちゃくちゃ好きなんですけど、上がります、これは。上がらないわけがない。で、次ホワイトホールっていう、男性二人の、ダンス&ボーカルユニットなんですけど、なんか世間的にはというか一部では、綺麗な MZM、モンスターズメイトのこと MZM って言ってるんですけど、と呼ばれてる二人組らしくて、まあ、この二人組もダンスで、片方がラップ、片方がボーカルっていう、まあ、モンスターズメイトと同じ、組み合わせの人だからそう呼ばれてるのかもしれないんですけど、なんだろう、ほんとこれ月並みな言い方で申し訳ないんですけど、完成度。ホワイトホールっていうグループの、デビュー曲もホワイトホールっていう名前なんですけど、かっこいい。ほんとかっこよかった。で、僕、この V 紅白見ながら、ホワイトホールのチャンネルの方行ってみたんですけど、
この完成度でこんなに登録者少ないかみたいな、びっくりしちゃって。それこそ今もう本当に有名どころじゃないぐらいの、すごいミュージックビデオだったんで、本当に埋もれてる才能なんだな、みたいな。まあ、これから多分、盛り上がってくる、絶対盛り上がるっていう感じのユニットでしたね。本当に放送中何回かページに飛んで見てたりしたんですけど、登録者が、もうそれ放送中と放送終わった後とぐんぐん伸びてって、多分これから人気になるんじゃないかなっていう。本当に曲もいい曲で、ダンスがキレッキレでかっこよかったんですよね。ぜひチャンネルの方見に行っていただけたらと思います。で、その後、前から名前だけは知ってたんですけど、マリナスっていう、ABEX の、ABEX に所属してるバーチャルライバーっていう、女性4人組の、グループなんですけど、紹介 VTR があって、その後にミュージックビデオを紹介するっていう方式で、V 紅白が進んでってるんですけど、その紹介 VTR がそもそもライブの、一番だけのメドレーみたいな感じで場を盛り上げて、そして悪空の先へっていう曲のミュージックビデオだったんですけど、盛り上げ方がうまい、ほんとガチのアイドル見てるみたいで。で、マリナスさんの曲はその時に初めて聞いたんですけど、ユーロビートに多分近いような感じの曲だったんですね。だからもう本当に盛り上がって仕方なかった。まあ、部屋で一人でパソコンで見てただけなんですけど、ほんと盛り上がって心が。いやー、初めて知ったんですけど、いいもの知れたなと思ってチャンネル登録しました。もう本当にね、V 紅白の話今してますけど、この後も音楽系のバーチャル YouTuber の番組があって、そっちの話もするんですけど、もうね、もうすごかった。話戻りましょう。 V 紅白、今は12月28の V 紅白の話です。で、マリナスさんが終わって、その後レンチさんっていう方のバイタルっていう曲ですね。この曲は、レンチさんはあれですね、 V 紅白に VTR じゃなくて直接来て、司会の歌いメイカさんと、天海司さんと3人でトークしてたんですけど、その時に、この曲はバーチャル YouTuber とそのファンの人、もしくはそのバーチャル YouTuber を生み出したデザインした人とかっていう人がいるとして、その聞く人によって捉え方が変わる仕掛けの歌詞にしましたっていう風な紹介の仕方だったんですけど、曲の内容自体もなんでしょう、いろんなバーチャル YouTuber の人がみんなでパートごとに歌ってるっていう感じの、ミュージックビデオで、かなり豪華だなって思ったのと、本当に多分本当にそれぞれの立場の人が聞いたら違う意味で捉えるんだろうなっていう。バーチャルだけどいるよっていうものから始まるんですけど、それはバーチャル YouTuber が聞いたら私はここにいるぞっていう話だし、ファンにとっては、ああ、この人はここに、そこに存在するんだなっていうふうに捉えるだろうし、面白いし豪華だし、ちょっと考えさせられるような歌詞でしたね。ただここでちょっとあんまりビッグマウスはしたくないんですけど、でもちょっとバーチャル YouTuber の未来は明るいなって思っちゃいました。僕みたいなただの一ファンが何を言ってんだって話なんですけど、でも本当にこういう人が
出てきて、こういう曲を作ってやってくれて本当に感謝です。素晴らしいなと思いました。これだからバーチャル YouTuber を見て応援するのはやめられないなと感動しましたね。次に、サントリーノムさん。この方もこの V 紅白で僕が初めて知ったんですけど、飲料メーカーのサントリーっておそらく皆さんご存知だと思うんですけど、サントリーの公式のバーチャル YouTuber ということで、青と白を基調として青がアクセントに入ってる清楚な方だったんですけど、曲 Life is Tasty、 これがものすごく爽やかで綺麗で、まあちょっと毎日頑張ってるあなたに対しての応援っていう感じの曲で、なんかもう綺麗すぎていろいろと浄化されたっていうかなんかそんな感じの、聞いててどんどんなんかセロトニンっていうのかな、幸せな感じになってくるんですよ。朝仕事行く前に聞いてから行きたいなっていう、そういう感じの爽やかな曲でした。これもサントリーノムさんのチャンネルで公開してるので、ぜひ見に行ってください。で、その後赤組白組鳥の方になるんですけど、白組は僕がもともと推してるんですけど、ユニさんの、新曲ビューティフルワールド、これがね、もう本当にユニさん相変わらずの透き通る声でいいんだ。本当に良かった。泣きそうでした。危なかった、本当に。で、その後、白組の方取りで、モンスターズメイトさん出てきて、千年愛っていう曲をやるんですけど、現場に来て司会の二人と話してたんで、そのまんまミュージックビデオ行くかなって思ったら、まさかの第1回 V 紅白の方でも謝罪会見動画みたいなのを上げてたんですけど、それをまた今年もやってくれて、まあちょっと茶番みたいな感じでそれをやって、そこからの千年愛がモンスターズメイトさんのチャンネルに上がってるミュージックビデオじゃなくて、V 紅白のための撮り下ろし、新規撮り下ろしのミュージックビデオ、めっちゃくちゃかっこいいんだこれが。まだV 紅白のアーカイブは歌いメイカさんっていうところのチャンネルに残ってるので、ちょっと時間は長いんですけど、コメント欄にですね、親切な人が何分何秒からこの人の曲ですっていうのをまとめてくれてて、スマートフォンとパソコンだったらそれをクリックなりタップするとそこに飛べるっていう風になってるので、そういう時間がなくて通しで見れないよっていう人はそういうのを活用してぜひ見てください。本当に雰囲気だけでも味わってほしい、そういう感じでした。V 紅白の話はこんな感じですかね。いやもう本当に画面の前で体揺らしてひたすら楽しんでました。12月28日の話です。で、ちょっとここで、一旦切りましょう。次の話はまあちょっと一ネタ挟んでからってことで。では一旦失礼します。僕たちの軌跡を彩る物語、幸せだけじゃないけどみんな宝物、辿る地図の空白はまだ見ぬ未来描く足跡のためにある。はい、続きです。12月29日、この日はですね、
ゆずはさんの生誕祭っていうものが12月30日に控えてて、その前日っていうことなんですけど、前々から友人って呼ぼう。友人とちょっと約束をしてて、一緒に遊ぼうと、久々に。まあ、もともと年1、2ぐらいの頻度で、遊んでる、まあ、地元の頃からの友人だったんで、まあ、断る理由もなく、ちょうど休みでしたし、友人の家の近くの方で、遊んだんですけど、まあ、ざっくり流れを言うと、二人で、カフェ行って、だべって、で、サウナ行って、で、その後、また、違うな。カフェ行って、だべって、サウナゆったり入って、居酒屋行って、で、ちょっと話し足りなかったんで、またカフェ行って、で、まあ解散っていう形だったんですけど、結構、健全な時間に解散しましたね。まあ、午後2時頃に落ち合って、8時だったか9時ぐらいには解散したんだったかな。まあちょっとはっきりとは覚えてないんですけど、いやもう仕事の話から、趣味の話からひたすら、なんか僕の方がね、盛り上がっちゃって、喋り倒しちゃったような感じで、若干申し訳なさはあるんですけど、一番印象に残ったのは、まあ、やっぱ趣味の話って言って、僕最近バーチャル YouTuber と、あとまあゲーム実況の方に傾倒しちゃってるので、まあ主に話したのはバーチャル YouTuber の方の話だったんですけど、K-Type さんとのラジオが多分このラジオより先に上がってるので、そちらをもし聞いていただいた方はそっちでも言ってると思うんですけど、僕ちょっと12月は調子に乗ってお金を使いすぎちゃって、で、まあちょっと来月じゃないな、今月だな。1月はちょっと抑えていかなきゃいけないなって思ってたところで、ちょっとそうなった時に考え込んじゃったというか、まあ要は、推しに対してお金を払うとか、なんかそういったこともしたわけなんですけど、本当に好きなのかなっていうのをちょっと考えてしまったっていうのがありまして。まあ要は、反応くれるから好きなのか、どうなのかっていうところをちょっと友人にもちらっと話したんですが、まあ、あると思うんですよ。有名人を好きになってその人のファンとして動くっていうのと、バーチャル YouTuber の中でも特に個人勢と言われる企業に入ってなくて個人で活動してるだけのバーチャル YouTuber で、距離が全然違うんですよね。まあ要は生配信とか行ってコメント打てばたまに拾ってもらえるし、それこそ僕がちょっと継ぎ込みすぎちゃったところのスーパーチャットですか、そちらの方を投げるとありがとうって言ってもらえますし、要はそういう反応があるから好きなのかなっていうのをちょっと考えてしまったんですよ。で、まあちょっとそれを友人に話して、まあ友人はちょっとそういった応援の仕方はあんまり好き嫌いとかじゃなくてちょっと理解が及ばないみたいなことを言ってて、まああれなんですよね。距離感って言いますかね。ちょっと言葉で表現するのが難しいんですけど、場合によってはというか、
なんとなく思ったのは、もしかして僕ってその人に対してのめり込みすぎてるんじゃないかっていうところ、まあこれは単純に好きなのか嫌いなのかっていうよりお金の使い方っていうところのウェイトが大きい話ではあるんですけど、なんて言うんだろうな、やっぱりその基本的なことを忘れかけてたかっていうところが一つ、少なくとも自分の生活が脅かされるぐらいの押し方はしちゃいけないんだろうなっていうのが一つ、そう、多分アイドル業界とかでも前々から言われてはいると思うんですけど、推しに気を使わせるなっていうのがあって、まあ要は推しに還元するのはそれはそれはとてもいいことなんですけど、その推しが長く幸せに活動する上で自分がその一つの助けになるじゃないですけど、まあそういう推しに還元する姿勢というのは素晴らしいのかもしれないけど、それがために、イベントに足しげく通ってたファンが急にいなくなるとか、そういうことになるとわかんないですよ。実際推しに認知されてるかどうかとか、そういうのはわかんないですけど、まあ長い目で見ればためにならないことだと思うんです。やっぱり長く応援した方が長く還元できるわけですから。まあだからちょっと今回お金の使い方っていう面で反省したっていうのと、で好きなのかどうかっていうのは、多分僕の考えすぎ、もしくは向き合わなすぎたのかなっていうところがまた一つ、これも反省ポイントではあるんですけど、なんで好きなんだろうって自分に問いかけたときに、なんとなく以上の答えが見えてなかったんですよ。だから友人と話してなんで好きなんだろうにもうちょっと向き合わなきゃいけないなと思って、帰った後じゃないな、帰る時の、電車の移動がちょっと長かったんで、友人の家から僕の家まで、その間に僕の最推しのゆずはさんの初配信、動画を見る前にこの配信とか動画を見る前にこれを見てくれっていう動画があるんですけど、それを改めて見直したんです。そしたらまあその悩みは吹っ飛びました。やっぱり僕はこの人を応援したいから、その生き様みたいなものに惚れてるんだなと思って、だからやっぱり好きなんだなっていう再認識するいい機会でした。で、本当に当日もそうだったんですけど、メッセージの一つも後から送ればよかったんですけど、ちょっとこっぱずかしくて送れなかったんで、見てるかわかんないですけど、その友人に対して僕今ちょっと言いたいのが、本当俺ばっか喋ってて申し訳なかったけど、聞いてくれたおかげでこっちは考えがまとまったし、迷ってたことも吹っ切れたから、そのきっかけをくれたことに本当に感謝してます。今これを友人が聞いてくれてるかどうかわかんないですけど、本当ありがとう、そう言いたいです。いや、まああれなんですけどね、メッセージ、まあLINE もツイッターも今その友人は辞めちゃってるんで、別にショートメッセージでも何でも送ればいいんでしょうけど、まあちょっとこっぱずかしいんでここで言っちゃいます。はい、じゃあちょっと一ネタ挟んでまた次の話題に行きたいと思います。
ドゥンドゥク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 ボフ。トワイスさんのチャンネルで一番おすすめの再生リストは何ですかと聞かれた時の返答。おすすめですか？高く評価した動画です。ボカン、ドゥクシュドゥクシュ。はい、続きです。今回正直この話がメインディッシュだと思ったんですけど、他の話もちょっと忘れないようにメモっとこうってメモをいろいろ整理してたら、なんかちょっと収録まで結構遅くなっちゃったっていうところだったんですよね。まあいいや、その話は。じゃあメインの話です。12月30日、さっきお話ししたと思うんですけど、ゆずはさんの生誕祭っていうことで、東京 VTuber 劇場さんの方のイベントで、ゆずはさんの単独イベントの方に、行きました。で、これが、まあ場所はホームページとかにも載ってるんで言っちゃいますけど、東京の品川駅にある、まあ、イベント会場みたいなところで、ゆずはさん単独で45分の、枠があって、で、その後に、写真の撮影と、直接ゆずはさんとお話しできる券を買った人は、その枚数分は、かける1分間話せるっていう形式でした。で、ちょっとここからメモに従って話していくので、ちょっと淡々とした説明になっちゃうかもしれないんですけど、正直、個人的な備忘録も兼ねてなので、若干聞きづらいところがあったら申し訳ないです。はい。じゃあ、ちょっと時間を追って、話していきます。まず、会場時間が18時から、ね、違うな。会場が17時50分で、開始が、18時だったかな？だったので、まあちょっと、あんまり早めに行っても、会場の近くで待ってるっていうのは、あんまりよろしくないらしいので、ちょっとギリギリに行こうかなと思って、17時半ぐらいに会場の前に到着するようにしました。そしたらですね、ゆずはさんのファンゆずは、僕もそのうちの一人であるんですけど、まあすでにもう15人ぐらい、会場の前にいて、談笑してました。で、会場時間になってスタッフから呼びかけがあって、で、これは第1回、第2回ともそうだったんですけど、整理券の整理番号順に、会場に入るっていうことになってるんで、その番号順に並んでくださいっていう指示があるんですけど、ゆずは同士の見事な連携で、スムーズに列ができて、で、僕は今回、結構、整理番号若い方だったので、結構階段の上からだったんですけど、待ち時間はまあ、みんなそれぞれのツイッターで、待機中ですみたいなことをつぶやいたり、あとは仲のいいゆずは同士でなんか階段の上と下で話してたりとか、いろいろ楽しそうで、この待機中の話を聞いてるのもなかなか楽しいんですよね。で、その後整理番号通りに入って席について、今回僕前から2番目とかぐらいの列に並んでたじゃなくて座ったかな。結構、1回目と2回目とちょっと遠慮して後ろの方に行っちゃってたんで、まぁ、ちょっと前の方行こうかなと。ただ最前、一番前の席は、比較的、場を盛り上げてくれるゆずはさんがいて、その人たちが座るだろうなって思って、まぁ、だからちょっと2番目に行ったんですけど、なかなか、いい位置を取れたなと思いました。で、イベントが開始して、まあ、最前線に座ってる人はペンライト持ってたりとか、いろいろ、盛り上げをしてくれて、で、ゆずはさんの方から最初に会場のマナーについてのアナウンスがありまして、で、まあ、一通り話した後に、
そして最後にいっぱい楽しみましょうっていう掛け声で盛り上がっての、一番最初は歌から始まりました。その時僕はなんとなく聞いたことあるけどどの曲だっけなっていう思いをしながら聞いてたんですけど、あれでしたね、プリパラのゼロビークオールドっていう、曲でした。プリパラは見てなかったんですけど、だいぶ前に僕友人から勧められてアルバムを1枚買ってたんですよ。その中にも、入ってました。なので、結構馴染みのある、曲ではあったっていうところだったんですけど、家帰ってきて、このラジオの台本でちょっとまとめようってなった時に、ゼロイクオールドの歌詞を見たんですけど、エモいですね、これは。この選曲をしてくれたのが本当に、今更になって気づいたんですけど、エモい。今回のイベントっていうのが、ゆずはさんの誕生日が12月の25日だったっけか。24日だったっけか。25だったと思う。うん。間違ってたら本当に申し訳ない。いや、違うな。今調べてくればいいんだな。24です。大変申し訳ありません。12月24日です。24日が誕生日ということで、まあ、それに近い日で、イベントをやって生誕祭っていうことで、始めたところなんですけれども、ですね、このゼロウィークオールドっていう曲の歌詞をチラッと見たときに、まああれですね、2番というか一番最後の方のお話ではあるんですけど、まあ、歌詞を若干引用させていただくと、あれだす、あれですね。まあ、私だけの最初の物語よっていう歌詞があって、これは生まれましたっていう、意味が強くて、で、最後の方の、私がまだとどまる透明世界、あなたがネジを巻いて動く仕組み日曜日っていう歌詞があるんですけど、まあこれ本当僕のラジオのタイトル通りトワイスの妄想でしかないんですが、僕らファンの熱量によって動いていくんだっていう意味合いももしかしたらあったのかなって思いました。ゆずはさんもツイッターでよく今の気持ちとかをつぶやいてくれて、僕もそれをよく見てるんですけど、なんでしょう、自分にそんなに自信がある方ではないから、褒められたり応援されたりすると、そうなんだって思って頑張れるみたいなことをツイートしてて、多分そのツイートとこのゼロウィークオールドの歌詞っていうのが本当にね、マッチしたっていうか、なんかそんな感じでした。勝手に感動してエモくなっちゃいましたね。はい。で、どこまで話したっけな。お歌からスタートしたんですよね。で、歌が終わって、やっぱり、いつも通りというか、若干緊張気味で、まずトークが始まったんですけど、最初はコール&レスポンスっていうやつから始まったんですね。今日は、ゆずはの生誕祭ってみんなで、叫ぶところから始まりました。イベントらしくていいですよね。本当にライブ感というか、まあ実際生でそれを見に行ってるんで、ライブ感も何もライブなんでしょうけど。で、僕は行けなかったんですけど、12月にですね、V オフっていうのがあって、都内のカフェで、ゆずはさんとバシャミチハゲミさんっていう、バーチャル YouTuber と二人と、あと、ファンが、
20人 ?30 人まあ、そんぐらいの人数だったらしいんですけど、なんかちょっとおしゃれなカフェで、オフ会みたいなことをやったらしいんですけど、その時にですね、あれなんですよ。ゆずはさん、なぜかオリジナルグッズとして哺乳瓶を、5本限定で、出してて、で、その話が出て、その哺乳瓶買った人って手を挙げさせた時に、その哺乳瓶を買った5人のうちの4人が、今回のイベントに参加してたっていう衝撃の事実。で、会場からはですね、再販ないんですかとか、おしゃぶりとか、よだれかけとか、そういうのも売ってくれませんかみたいな話が出て、ゆずはさんさすがにドン引きしてましたね。まあまあまあ。別にゆずはさん自身がママを、売り出してるわけではないので。まあ確かにね、朗読とか聞いてるとかなり母性の溢れる感じで、それ聞きながら寝るとすごく、安らかに眠れるような感じな。安らかにっておかしいな。別に死んでないんだけど。まあでも、気持ちよく眠れるような声をしてるので、その気持ちはわからなくはないんですけど。まあそういった話をしつつ、その後生誕祭っていうことで、ビデオメッセージの方をもらったっていうので紹介に入るんですけど、なんかこの時に一瞬だけパソコンの画面が見えたような気がするんですけど、まあ気のせいなのかなみたいな感じでしたね。で、メッセージは3人の方から来てて、甲状院エレガさんっていう方と、馬車道はげみさんっていう方と、あと吉野さんっていう方からメッセージがありました。で、その後じゃない、順番にお話しします。今回のイベントの構成台本を担当してくれたのが、北条院エレガさんっていう方で、エレガさんは V 劇っていうんですけど、東京 VTuber 劇場のこと、V 劇を通じて、ゆずはさんと、知り合うことになりました。なりましたというか、なったらしいです。僕もその配信には言ってたんですけど、北条院エレガさんの方のチャンネルで、VTuber 劇場に出たいけど、実際どんなことをするのかアドバイスをもらうっていうので、ゆずはさんをゲストに呼んで、VTuber 劇場について話すっていう配信があったんですけど、まあそれが、初め、ファーストコンタクトで。で、まあ、エレガさんはもっと大きくなって VTuber を盛り上げたいっていう目的を持ってらっしゃるので、エレガさんは、MC として、で、ユズハさんはアイドルになりたいっていう目標があるので、アイドルとして、で、一緒に頑張りましょうっていうエールを送るような内容でした。で、次の馬車道はげみさんなんですけど、おそらく、ここ最近でユズハさんと一番、仲のいいバーチャル YouTuber さんではないのかなと。Twitter 動画見てると、年始も、一緒に過ごされてたみたいですし、V オフの時一緒に出たりとか、なんか、コラボ配信とかでも、ちょっと面白かったのが、ゆずはさんの指示で、馬車道はげみさんが、スーパーかどっかに食材を買いに行って、で、ゆずはさんの手元にあるレシピ通りのものができるかどうかみたいな、変わったお料理配信をやってたんですけど、まあそういったこともするぐらい、仲のいい二人なんですが、その馬車道はげみさんは、その時に、ゆずはさんと実は深夜まで通話してお互い寝落ちるなんてこともあったりとか、するぐらい仲がいいとか、あとは、ゆずはさんは目標に突っ走りながらも周りに気を使えるいい人なんだよっていうところを紹介して、そういった感じの、メッセージでした。あと、馬車道はげみさんのビデオメッセージ中に、動画の右上の方に3分間のカウントダウンが出てたのがちょっとシュールで面白かったですね。で、次は、吉野さんからのメッセージで、吉野さんも江原みよりさんの方の、プロデュースで、動いてるバーチャルシンガーっていう
ところなのかな。配信とかはやってないんですけど、なんでしょう、楽曲、オリジナル曲とか、そういったものを、歌動画として出している方で、ものすごく綺麗な、可愛い声の、VTuber さんなんですけど、本当にとっても心のこもった、お誕生日おめでとうのメッセージと、あと、みんなで一緒にハッピーバースデーを歌いましょうっていうのがあったりしてて、で、本当に、その、心から、おめでとうって祝福してくれてる、吉野さんの天使さんに、会場みんなが、なぜか、ゆずはさんのイベントなのに、吉野さんに限界化するという。いや、僕も正直そのメッセージを聞いたときに、思わず、ちょっとこれ再現するんですけど、って言っちゃって。もう、ほんとね、素晴らしかった。吉野さんのお歌の方も、感情の乗り方がすごくいいんですよ。なので、吉野さんのチャンネルに行って、ぜひ、歌、聴いてみてください。僕、サイネリアが好きです。聴いてください。で、ここで、メッセージが終わった後に、ゆずはさん2曲目に入りまして、2曲目は、ボーカロイドの方で有名だと思うんですけど、メルト。こちらの方を歌ってました。で、会場から分かってるって言われたのが、1番の最後の、だって君のことが、好きなのを言わないんですよね。このいじらしい感じがたまんないですよ、本当に。分かってるなーっていうのは多分会場全員が思ったのことではないかなと思います。はい。で、その後ですね、ゆずはクイズっていうものがありました。で、まあちょっとクイズの内容は言わないんですけど、結構、あ、こっちだろうなって思ったらこっちだったみたいなものがあって、みんなが振り落とされていく中、一人だけ全問正解が出て、で、その一人は、なんだろう、周りかのヤジじゃないですけど、なんか、ゆずはの希望とか、次は負けねえぞって言われながら壇上に行って、で、祝福されながら壇上でゆずはさんの映るスクリーンと一緒にツーショット撮るっていう、かなり羨ましいことになってたんですよね。いやー、次のイベントがもしあったら、頑張りたいなと。僕も思いました。で、その後3曲目に入りました。一応これはイベント限定で、最初の1曲目と2曲目と、あと吉野さんからのメッセージに関しては、原則録音撮影禁止なんですけど、ユーザーさんの方の許可で OK って言われてたんですが、3曲目はちょっと撮らないでくれってことだったんで、一応曲名は捨てるんですけど、今のゆずはさん、これからのゆずはさん、あと、初めてデビューした時のゆずはさん、その状況にものすごくマッチするような内容の歌詞で、僕は気づいたのはちょっと後だったんですけど、改めて歌詞を見ると、ほんとエモい。いち早くその歌ってる最中に気づいたゆずはの人は、それで泣いてる人もいました。多分僕も会場で気づいてたらどうなってたかわからないです。エモかった、本当に。で、ここで、持ち時間の45分は終わって、次はチェキ撮影の方に行くんですけど、チェキ撮影は会場の隣の小部屋があって、そこに、iPad があって、ゆずはさんが映ってるっていう感じなんですけど、待機中にゆずはさんがゆらゆら揺れてたのが可愛かったなと思いました。で、僕は今回3回目のイベントで、チェキとしては3枚目ですね。特に集会とかは今までもしなかったので、1枚ゲットして、思い出がまた一つ増えたなっていう感じ。で、その時は、特になんでしょうね。
お話とかはできるような感じではなかったんですけど、パシャって撮影が終わってありがとうございますって席を立つときにヘッドホンからありがとうっていう声が聞こえてきて、ほんと可愛かったですね。で、あとチェキができるまでってちょっと時間あるんですけど、その時なんかあくびしてたり、鼻歌が聞こえてきたりと、ほんとね、癒されました。で、一通りチェキ撮影が終わって、次お話し会、チケットを買った分だけ、チケットの枚数かける1分だけ話せるっていうのがあるんですけど、僕は今回2枚買ったんで2分間、持ち時間をいただいたんですが、まあ、まず、待機中ゆず派で、いろいろお話が盛り上がってて、今回ですね、1回目と2回目に来てた、僕らの通称でも申し訳ないんですけど、ガチ恋ニキっていうのがいて、まあゆずはさんにめちゃくちゃ求婚してるファンの人がいるんですけど、いやもうその人の話であれですね、盛り上がってました。なんかものすごくガタイが良くて、存在感がすごいっていうのがあって、で他にもですね、今回名札を首から下げてきてるゆず派の人がいて、まあ、僕もチラッと見てたんですけど、よくコメントでスーパーチャット投げてたりとか、結構印象深いコメントを残す、よく見る人たちばっかりだったっていうので、ちょっと安心感を覚えたというか、バーチャル YouTuber のイベントに出た時もそうなんですけど、あ、この人たちちゃんと存在するんだなっていう、ネットで知り合った人たちあるあるみたいな、なんかそういう状態でした。で、遠方からですね、3回目にしてやっとリアルイベントの方に参加できたゆず派の人もいて、で、この人のトークの時もみんなでその人の話を聞きに行ったりだとか、なんかそういったちょっと和気あいあいとした感じの雰囲気で進んでいきました。で、やってきた自分の番、まあ、トワイスですって名前だけ伝えて、で、ちょっと緊張して話したいことが浮かばなかったんで、ちょっと緊張しちゃってどうしようかなみたいな感じなんですけどって言ったらですね、ちょっと緊張ついでに被験体になってくれないかなみたいなことを言われて、あ、なんすかみたいな感じのことで言ったら、なんかごそごそ機器をいじってるような、音が聞こえて、なんか聞こえたって言われるんですけど、特に心当たりがなくて、いや、なんか、一瞬声聞こえなくなりましたけど、どうしたんですかって言ったら、あれおかしいな、みたいな感じで、もう一回、ごそごそなんか音がして、あー、聞こえる、みたいなことを言われたんですけど、すごくちっちゃい声だったんですよね。で、なんかかなり小さいですけど、聞こえますね、みたいなことを答えたら、実はその時にですね、バイノーラルマイクって、ご存知ですかね。ダミーヘッドとは違うのかわからないですけど、要は右音声と左音声っていうのがはっきりわかるように、収録できるマイクのことなんですけど、まあ、最近だと ASMR っていう言葉を聞いたことがあるかもしれないんですけど、まあ、うまく使えば耳元で囁かれているような音声が取れるマイクなんですけど、まあ、効果のほどは全然わからなかったんですけど、ただ、一足先にバイノーラルマイク越しのゆずはさんを体験したっていう意味ではかなり貴重な体験だったんじゃないかなと思いました。で、まあ、ちょっと時間があったんで、その後歌はどうだったって聞かれて、まさかボカロ聴けるとは思わなくてよかったです、みたいなことを言って、そしたら、ボカロ好きなんだよね、なんか歌ってほしいものあるって言われて、ここで、時間ですって言われちゃったんで、あ、じゃあちょっと次のイベントとかで話しますみたいなこと言ったら、今言ってみたいなこと言われて、で、ギリギリ惑星ループですって伝えられたんで、あ、もしかしたら、歌ってくれると嬉しいなみたいな感じで、僕の番は終わりました。で、その後、僕はもう自分の番終わっちゃったんで、その部屋の外の方で待ってたんですけど、まあ、ゆず派の人たちで終わって待機してる人で、やっぱり、明日っていうか、12月31日、冬込みの4日目なんですけど、その話で持ち切りで。
で、4日目何かっていうと、バーチャル YouTuber っていうジャンルと、まあ、あと、R18 系のものが、3日目、4日目に固まってて、で、ユズハさんを題材にした本とかグッズっていうのが4日目に集中してたんですよ。で、僕直前まで行こうかな、どうかなっていうのは悩んでたんですけど、まあ友人と話して決意を新たにしたっていうのもあって、まあ4日目行こうかなってなんとなく考えてたんですけど、まあその話になったりとか、まああとは同じ江原みよりさんプロデュースのバーチャル YouTuber たちを総称して江原ファミリーという言い方をしたりするんですけど、とは奇跡さんっていう方がいて、まあその人は自分をモチーフにした 3D の生首を作ってたんですけど、なんかそれの予算がピクトリアっていう会社だったかな、そこの予算を大幅に超えてしまったっていう話があって、その話とか、あとはバーチャル YouTuber と芸人の小峠さんが、話すようなガリベンガウイっていう番組の話とか、まああとはバーチャル YouTuber に初めてハマったのってこういうきっかけだったんだよねみたいな、そういう話が聞こえてきました。で、始める時間が早かったからなのか、21時過ぎぐらいにお話し会が全部終了っていうことで、残りのゆず派もみんな出てきて、そしたら入り口に簡単な A4 だったかなの紙に印刷したポスターがあるんですけど、それの争奪戦っていうことでじゃんけん大会が勃発してで、もうかなり盛り上がりましたね。で、その後ですね、スタッフさんたちがゆずはさんの映った、iPad を出口付近まで持ってきてくれて、で、みんなで扉の方に押しかけて、またねーみたいな、そういう感じでお別れになりました。もう本当に最初から最後まで楽しいイベントでした。で、その後ですね、残ったゆずは僕含めて17人で、飲み会に行くことになりまして、もともとそういう話をしてたのかどうかわからないんですけど、一応残ってみたらしれっと参加でさせてもらえたので、僕も入ることにして、で、そこでみんなで自己紹介したりだとか、あとイベントのこと、ゆずはさんのこと、その周りのバーチャル YouTuber とか、あと江原みよりさんのこととか、あとはゆずはさんをきっかけにして買われたんですっていう話とか、いろいろ語り合って楽しい時間を過ごしました。あと別れ際にじゃないか、ツイッターの方でゆずはさんから飲み会行くゆずは、レモンをたっぷりかけた唐揚げを食べてくれみたいなことを指令を出されてたらしくて、で、まあもともとその店の唐揚げってレモンつけて出してなかったらしいんですけど、店側の行為でレモンつけてくれて、ほんと店の方ありがとうございますっていう感じなんですけど、まあ僕はもともとレモン唐揚げにかけるのはかなりというか、まあ好きなので良かったんですけど、結構容赦なくびちゃびちゃにかけた感じで結構まあでもそれでも美味しかったですっていう感じですかね。で、まあ飲み会が終わって、で、その後ゆずはさんのその簡単なポスターを中心に品川駅前あたりでゆずはで集合写真を撮って、で、そのうちファンの一人が、ちょっと名前は出さない方がいいか、ファンの一人がそのチェキに変換できるものを持ってきてくれて、そのゆずはの集合写真もチェキとしていただきました。本当にありがとうございます。で、その後、遠方から来た人で、あれですね、宿代わりじゃないですけど、カラオケオールに行ったみたいですけど、僕は終電で帰りました。で、次の日のコミケのサークルチェックをして、早めに寝ようとするんですが、それはまた一ネタ挟んで次の話にしたいと思います。ドゥンドゥク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 ボフ。
カラオケキャスで誰も来なかったので、ついふざけてしまうトワイス。届けて切なさには、名前をつけようか、つけるまいか。ポカン、デクシュデクシュ。はい、続きです。結構なんか、喉の方がきつくなってきたんですけど、まあ、サクッとまとめていきたいと思います。ゆずはさんの生誕祭を終えて、家に帰った私ですけれども、あれですね、冬込みの4日目に、参戦することにしてましたので、家帰ってサークルチェックして、結局、風呂入ったり準備したりで、寝たのは前日といっても、日を越して2時頃に寝て、で、6時半頃に起きて、準備していったんですけど、会場に着いたのは9時頃ですかね。で、僕は、今回、前日券みたいなものを、本当は同人ショップとかアニメイトとかで売ってるんですけど、それを買ってなかったので、まず当日券手に入れるところからってことで、結構歩きましたね。あんなに遠いとは思わなかったんですけど、看板通りに、当日券こちらっていうのを進んでったら、駐車場みたいなところに通されまして、で、そこでリストバンドを無事に買って1000円ぐらいだったかな。で、待機列の19っていう、ものに、並べましたかね。で、それで会場に行ったんですけど、待機列から歩いてって、あれですね、指示に従って歩いてったら、会場に入れたのがだいたい10時半前ぐらいだったかな。結構、あっさり入れたなっていう感じでした。僕、一回だけ夏コミに始発で行ったことがあるんですけど、6時とか7時ぐらいに着いて、会場に入れたのが11時とか、そんぐらいだったから、もっと混んでんだろうなって思ったけど、案外スムーズだなっていう感じでした。運が良かっただけかもしれないですけどね。で、そこでもともとチェックしてたサークルも7つとか8つぐらいだったんで、案外すぐ回れたんですよね。で、ゆずはさん関連の本と、あとちょっと気になってた、かぐやるなちゃんの、本。あと、ミニタペストリーとか、ゆずはさんに関しては、タペストリーとマグカップがあったんで、それ、売り切れてないかなって心配だったんですけど、それも買って。で、あと僕が11月頃から、急に、推しになったんですけど、ハチュンさんっていう人の、キャラクターデザインをやってる、ナナメさんっていう方が本を出してるっていうので、急遽、そちらも買いに行ったりだとか、いろいろ、楽しんできました。前日一緒にいたゆずはの人も、会場にいたらしいんですけど、残念ながら会場では会わず、ものすごい人の数だったんで、多分すれ違ってても気づかないだろうなっていう感じではあるんですけど、本当に久々のコミケすげえ楽しかったです、本当。また行きたいなって思いました。最近ちょっとそういうイベントも渋ってたので、タイミングが合えばもうガンガン行くしかないなと、精神衛生上いいことが分かったので、体力的にはどうか分からないけど。で、ちょっと戦利品をまとめつつの、夕方頃に帰ってきて、ただやっぱちょっと疲れちゃったのか分からないですけど、ちょっとだけ昼寝しちゃったんですよね。で、この後の話になるんですけど、その日は、YouTube の方で、チューバウトカウントダウンっていう、バーチャル YouTuber がバーチャル空間でライブをするっていうイベントがあって、で、それが年越しに合わせてやるみたいな、イベントがあったんですけど、途中からになっちゃったんですよね。で、パソコンの方で僕見てたんですけど、こっちもあれですかね。ちょっと曲と合わせて感想の紹介みたいな感じでいきたいと思います。
まずですね、マープリル。こっちの方のイベントにも出てたんですけど、ブレイカーシティを踊ってました。生ダンス、かっこいい。かっこいいんだ。うん。いや、もうほんとね、それしか言えない。チューバウトカウントダウンも、モンスターズメイトさんのチャンネルでアーカイブが残ってるので、ぜひ見てください。6時間ちょっとぐらいあるんですけど、これもコメント欄の方に、何分から誰の曲ですっていうのをまとめてくれてる人がいるので、その人に感謝しつつ、ぜひ気になる曲とかだけでも、僕が紹介した曲とかだけでも、ぜひ聴いてください。めちゃくちゃいいイベントでした。まあ基本的にはモンスターズメイトの高坂さんが、司会で、まあプラス補助じゃないですけど、そこに3人一緒にいて、進行しつつ、まあ間にちょっと企画を挟みつつ、まあいろんなバーチャル YouTuber さんが出てたんですけど、見てください本当に。で、次に気になったのが、モンスターズメイトさんの曲で、千年愛。これは V 紅白の時もお話ししたんですけど、安城さんがいなくて、高坂さんと、マリナスの東部凛さんっていう方で、二人で歌う、踊る千年愛。リンさん女性なんですけど、低音ボイスで歌うのがもうシックで、これはこれですげえかっこよかったんですよね。で、その後1曲か2曲か挟んで、高坂さんソロ曲のデイドリームっていう曲があるんですけど、もともとデイドリームっていうのが高坂さんの、推しが引退して、で、それについて歌った歌なんですけれども、一番の歌詞、やっぱりいいなって思いながら聞いてて、二番の歌詞が、なんか、僕、モンスターズメイトさんのチャンネルの方とか、あと、アップルミュージックでアルバムダウンロードしてたんで、よく聞いてたんですけど、デイドリーム。歌詞が違うんですよ。で、途中で気づいちゃって、二番の歌詞が変わってたんですけど、それが、12月31日をもって引退したバーチャル YouTuber さんに向けての歌詞なんだっていうのに気づいた瞬間、僕ボロボロ泣いてて、エモい。エモいし、寂しいし、切ないし、もうどういう言葉で表現したらいいのかわからないんですけど、本当にすごいなと。ライブならではっていう演出だったのかもしれないんですけど、本当にね、ボロボロ泣いてました。僕、画面の前で。で、その後に、気になったのが、時の空さんと、銀河アリスさんでダンスロボットダンス。二人とも、普段の曲とか、そういうのを見ててもかなり元気な人たちなんですけど、最高に盛り上がりましたね。で、ここで一旦第1部が終わって、休憩時間が1時間ぐらいあって、第2部があるんですけど、その1部と2部の間で、モンスターズメイトさんの方で、なんでしょう、コント番組みたいなものをやってるんですよ。MZM の皆さんのおかげですっていうものをやってるんですけど、それの第3回目年末スペシャルっていうのを、プレミア公開で、公開してて、もちろんそっち見に行ったんですけど、まあ某番組のタイトルをなんだろう、リスペクトしてるっていうのもあって、テレビ番組乗りで気軽に見れる動画ですので、こちらの方もぜひ見に行っていただけたらと思います。内容に関しては詳しくは言わないんですけど、今回も画面の前で腹抱えて笑わせてもらいました。本当に面白いんで見てください。MZM の皆さんのおかげです。第1回から第3回まであるので。で、チューバウトカウントダウンの第2部の方が始まるんですけど、僕ちょっと気抜いてて途中から
見ちゃったんですけど、途中から見た中でも気になった曲が、星野メアさんのオリジナル曲ステップアップスーパースターなんですけど、本当に、なんだろう、歌う前とか歌ってる途中とか本人のコメントが挟まったんですけど、本当のなんだろう、王道のアイドルの姿すぎてキラッキラしてて眩しかったんですよね。すごかった、本当すごかったです。で、その後に気になったのが、安城さんが第2部から司会と一緒の位置でいたんですけど、天神琴音さんのオリジナル曲 Who Are You なんて言わないでっていう曲を、天神琴音さんと安城さん2人で歌うんですけど、2人が掛け合いながら歌うっていうのと、あと安城さんの歌声めっちゃくちゃかっこよかったんですよね。締めの方のシャウトとかほんと痺れていいって思って、でさらにエモいのが、その Who Are You なんて言わないでを踊り終わった後に、ステージ上から天神琴音さんが下がって高坂さんが出てきて安城さんと二人になるんですけど、その時に高坂さんが本当に素で悔しがってて、安城さんもあれなんですよ、東武林さんと高坂さんで、千年愛歌った時と、あと浅野瑠璃さんと高坂さんで曲歌った場面もあったんですけど、そういうの見て畜生って思ってたっていう話をして、で高坂さんも天神琴音さんと安城さんが一緒に歌ってたの見て畜生ってなったって言っててでその後、やった仕返しできたっていう安城さんに対して高坂さんが、本気で楽しい時の顔すんじゃねえよって言ってて、もうこのコンビはどれだけエモさを僕らに伝えてくれるんだって思って勝手に盛り上がってたんですけどね。で、その後ですよ、その後。その後、モンスターズメイトの二人で、新曲、ビープキャラメル。これ今、最高にモンスターズメイトの中で今盛り上がる曲だと思うんですけど、チューバートカウントダウンのその場面を見るのもいいんですけど、モンスターズメイトのチャンネルのミュージックビデオ、ぜひ見てください。本当に盛り上がります。で、あと、もしよろしければ、それ見る前にビープキャラメルの振り付けつけてみたまんですっていう動画も見てください。その振り付けやりながら、僕、画面の前でめちゃくちゃはしゃいでました。楽しかったなーっていう感じですね。で、時間的にはですね、ここから、ちょっとみんなでトークを挟んで年越し。明けましておめでとうございますってなったわけなんですけど、年越し一発目で、早速ですね、皆さん何年か今年覚えてますかっていう話があって、このノリはなんだって思ってたんですけど、僕。そしたら、今年の干支の人と、連絡が繋がってますので、新年一発目こちらの方どうぞって言われて、あ、なんだろうって思ったら、バーチャルゴリラさんだったんですよね。ああ、今年はゴリラ年だったんだなって思いました。で、オリジナル曲かな、ゴリガシマっていう曲を歌って、本当にバーチャルゴリラさんいい声してるんですよ。これも聴いていただけると助かります。助かりますってなんだ。で、その後ちょっと企画とか、あとお話、トークとかが挟まって、エンディングになるんですけど、こちらの方がですね、エンディングがモンスターズ、締めがモンスターズメイトさんの方でヒーローっていう曲。僕が今一番好きな曲でカラオケでも練習してる曲なんですけど、本当にこの歌詞を読んでるっていうか歌ってて自分も勇気づけられるようないい曲なので、ぜひ聴いてください。で、それが終わった後に、エンディングとして、モンスターズメイトさんで透明な日曜日っていう曲があるんですけど、そちらの方で、最後終わりました。これがあれですね。年末から年始にかけて、年越しの
瞬間のチューバウトカウントダウンと、あとは MZM の皆さんのおかげでしたの思い出ですね。どうしようかな。まあちょっとこのまんま続けてお話しさせていただきますか。で、年始の方なんですけど、1月1日の、23日頃からあの NHK の方でバーチャル紅白、あとニコニコ動画生放送の方でそれの裏実況っていうのをやってて、で、まあちょっとそれを見てました。あと個人的にあのケータイプさんのツイキャスもちょうどやってたので、それも見つつ3画面同時視聴みたいな感じでやってましたね、僕は。で、1月1日夜も更けて25時30分っていう時間なんですけど、そのバーチャル紅白の裏実況のそのまんまの流れでバーチャル裏自慢っていうものがありまして、で、この番組は天心琴音さんと織田信姫さんっていう二人が司会をやって、バーチャル紅白に呼ばれなかった人たちの VTR を紹介するっていうものなんですけど、この中でゆずはさんも VTR を投稿してて、紹介されてて、それ目当てで見に行ったんですけど、あれでしたね。ゆずはさん、ある程度コメント欄でも多分ゆずは以外で知ってる人もいたのかなっていう感じの人がいて、で、まあ、その VTR の中で、ゆずはさんを表す言葉の一つとして、あるんですけど、オーディションに受かって 3D モデルのアイドルとしてデビューするはずが、プロジェクトが潰れて 2D のまま投げ出された女っていう境遇に、司会のお二人もコメント欄も同情してるような、そんな感じでした。ゆずはさんはただそれを跳ねのけて今不屈のシンデレラとして活躍してらっしゃるので、僕はそういった姿勢に改めて応援していきたいなっていう気持ちを固めた次第でございます。あと僕プレミアム登録してないので、プレミアム会員のところは見れないし、タイムシフト視聴っていうのできないんですけど、これ2月2日までタイムシフト視聴してるんで、できればゆずはさんのとこもそうなんですけど、最終ブロックのところの VTR ぜひ見ていただけるとと思います。すごいなんか濃い人たちばっかりで笑っちゃったんですよね。もしニコニコプレミアムに登録してる方いらっしゃいましたら、ぜひ見てみてください。バーチャル裏自慢。はい。で、その後1月2日ですね、ケータイプさんとコラボラジオの収録をさせていただきました。こちらはケータイプさんのチャンネルの方でもう上がってるので、ケータイプさんが一晩で仕上げてくれました。いや、びっくりしました。あんな早くできるもんなんだと思って、本当にケータイプさん編集お疲れ様です。コラボありがとうございました。といった感じで、年末年始かなり濃密な時間を過ごさせていただきました。本当に楽しい年末年始で、多分僕が今まで生きてきて一番心躍った、心動かされた、楽しかった年末年始だったと思います。あとはなんだろうな、福山スターさんっていう人がいるんですけど、その人のチャンネルのところでみんなの好きなバーチャル YouTuber 紹介みたいなのをやってて、そこにもゆずはさんが紹介されてますので、もしよかったら見に行っていただけたらと思います。ぐらいですかね。ではかなり多分長いラジオに今回はなったんじゃないかなと思うんですけど、エンディングの方行きたいと思います。そんなことより聞いてくれよ一応。それとあんま関係ないけどさ、昨日近所の吉野家を行ったんです。吉野家。そしたらなんか人がめちゃくちゃいっぱいで座れないんです。で、よく見たらなんか垂れ幕下がってて、150円引きとか書いてあるんです。もうね、アホかと、バカかと、お前らな、150円引きごときで普段来てない
吉野家に来てんじゃねえよ、ボケが。150円だよ、150円。なんか親子連れとかもいるし、一回4人で吉野家か、おめでてえな。よし、パパと曇り頼んじゃうぞとか言ってるの。もう見てらんない。お前らな、150円やるからその席開けろと。吉野家ってのはな、もっと殺伐としてるべきなんだよ。湯のシテーブルの向かいに座ったやつといつ喧嘩が始まってもおかしくない。刺すか刺されるか、そんな雰囲気がいいんじゃねえか。ほな子供はすっこんでなさいってこと。で、やっと座れたかと思ったら、隣のやつが大盛りつゆだくてとか言ってるんです。そこでまだブチ切れですよ。あのな、つゆだくなんて興味早ねんだよ、ボケが。得意げな顔して何がつゆだくでだ。お前は本当につゆだくを食いたいのかと問いたい。問い詰めたい。小一時間問い詰めたい。お前つゆだくって言いたいだけちゃうかと。吉野やつの俺から言わせてもらえば今、吉野やつの間での最新流行はやっぱりネギダク、これだね。おもりネギダク玉、これが通の頼み方。ネギダクってのはネギが多めに入ってる。そん代わり肉が少なめ、これ。で、それにおもり玉、これ最強。しかしこれを頼むと次から店員にマークされるという危険も伴う。もろはの件。素人にはおすすめできない。まあお前ら素人は、ふざけ定食でも食ってなさいってこと。はい、エンディングでーす。まあ、近況報告なんですけれども、パソコン買い替えました。何回かもしかしたら、ツイッター見てくれてる方は言ってるかもしれないんですけど、ノートパソコンだったんですけど、初めてデスクトップパソコンの方をですね、購入させていただいて、分割払いで。まあ、なのでちょっと支払いの方も気にしていきつつの、まあ、1年を過ごさなきゃいけないなって思ってるところではあるんですけど、かなりスムーズになりました。編集の時に、AV やユーティリで動画を再生する時もカクカクしなくなりましたし、今までエンコードに30分ぐらいの動画で2時間半ぐらいかかってたのが、同じ30分ぐらいの動画で20分ぐらいで終わるようになって、もう快適最高。設定も案外簡単に終わりましたし、もうどんどんゲーム実況の方を撮っていきたいなと思ってます。ただ仕事があんまり話したくはないですけどね、ちょっと忙しくなることが確定しちゃってるのでどうなるかなっていうところ気になるのはそこですかね。まあ、あとこの年末年始で先ほどから話してる通り推しの VTuber さんが増えちゃったんで、わかんないです。もしかしたらそっち見てでまたサボっちゃうかななんて思ったりしました。まあちなみにこのラジオを撮ってる段階で、今、撮っていきたいなって思ってるのはスーパーマリオ RPG とポケモンとバンピートロットやりたいなって思ってます。まあ実際その通りにやるかどうかはわからないんですけど。まあそういったものを今まで休止中だったものもどんどんね、ガンガン進めていきたいなって、どんどんガンガンね自分で言っててなんだって感じなんですけど、今あれなんですよ、深夜2時なんですよちょっとスロースターターにも程があるっていう感じなんですけど、スタートしたと思ったらもう寝なきゃいけねえじゃんみたいなね。まあそんなことはどうでもいいんですけど、まあそういった感じです。 PC 買い替えてかなりスムーズなことができるようになったんで、ゲームの方はまあ
パソコンの性能がどうのとか理由にはできなくなっちゃったなっていう部分はありつつも、どんどん取っていきたいなっていう感じです。はい。あとプレイステーションオールスターバトルロイヤルもあと2人やるって宣言したんで、そちらの方も近々出せたらなと思ってます。はい。では、そうだな。お便りのテーマをですね、一つ増やそうかと思ってます。年末年始の過ごし方っていうので今募集をかけてるんですけど、どうだろうな。でもどちらかというとこれ期限切るっていうよりは、ずっと置いておきたいような感じのテーマなんですけど、発表します。最近ハマったもの。僕はバーチャル YouTuber にハマって、ここ数ヶ月ずっとそのことに関して話してますけど、まあそれに似たような感じで最近ハマったんで語りたいなって思ったけど、でもまあオープンなところで言ったらにわかって思われてちょっとそういうのは嫌だなみたいな感じの思いをしてる人がもしいたとしたら、壁打ちじゃないですけど、まあ最近僕のラジオも3桁も見られてないので、まあそんなラジオで告知をしたところでっていう気分もあるっちゃあるんですが、壁打ちじゃないですけど、こちらのラジオにちょっと投稿して、僕に対してこういうのにハマりました、こういうところが好きですみたいなのを好きなように語ってみないですかっていうお誘いです。現在ですね、お便りがですね月に1通とかしか来なくて、だから多分採用率は 100% だと思います。言い切っちゃいますけど多分これを言ったからといって、10通に10通来るなんてことは多分ないと思うので、月1でやってるんでなおさら。まあなんで最近ハマったものについて語る場がないっていう思いをしてる方は語っていただけると嬉しいなって思いました。まあ一応期限つけましょうか。一応この最近ハマったものに関しては2月25日収録の、ものまでっていうことにしようかなって思ってたので、年末年始の過ごし方は1月25日ぐらいの収録で一旦締め切りにはなるんですけど、最近ハマったものに関しては2月25日までに引き続き募集し続けます。で1月25日までにこのテーマに、最近ハマったものに関してのテーマが来たら1月25日収録の分にも分にそれは載せます。ということで、もしよろしければ概要欄の方からお題箱のリンクを踏んでいただいて、そちらの方に投稿をお願いします。はい、といったところで今回はここまでですかね。何度も言いますけど次回の収録日は、1月25日、テーマは2つ、最近ハマったもの、そして年末年始の過ごし方、こちらで募集を、いたします。では、長い間ご視聴ありがとうございました。今回すごく長くなってしまったと思うんですけど、そして2020年今年も、トワイスは実況を続けていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。失礼いたします。